まずやっぱり社員に思うのはやっぱり自分のやりたいことを明確にして進んでいくっていうのが一番嬉しく思えるところで、やっぱりスタッフがまず何をこう望んでいるかっていうのを僕自身も察知しないといけないと思うし、逆にあのスタッフ自身も言いやすいような環境が、あのもう今すごく望んで作っていってる部分でもあるんだけど、作りやすい環境をもっともっと自分自身も作っていかないといけないなと。だからそれには僕自身が本当に楽しく働いて新しいことにチャレンジしていきたいなって思ってるところを、あのスタッフに見てもらういい姿勢を示したいなと思ってますね。